ヘベロ。で、こういうのいろいろ持って新しいとこ探す。うん、またまあ許してちょ。俺はもう俺が楽しければいいから、うん、もうそういうスタンスでやっていくんで、それがそれでいいって。じゃあそれが嫌な人はコメントに嫌ですって書いてください。まあそれだけなんですけどね。うん、こんな感じでいいんじゃないかな。うん、よし、じゃあこれで探しまーす。うわー、せっかく見つけたのに、あそこ。マジかよ。もう俺がこうやって苦労してクリエイティブで見つけたのに。ふざけんなよ。俺ほどね、サバイバルでクリエイティブを使う人ね、いないと思うわ。あ、戻ってきちゃった。ここあそこじゃん。戻ってきちゃって。うわ、な、最悪。ここまっすぐ進もうか。まっすぐ進んで、まあったらあったで、なかったらなかったで。いや、なかったら困るな。でもね、俺がクリエイティブを使って、クリエイティブ使うのは、おかしいって思う人もいるかもしれない。いるかもしれないけど、おかしくないから。うん。俺はね、もともと運が悪いから、その運が悪い、ハンデ的要素として、うん。なにこれ。なんか突き出してる。えい。うわー、このね、ハンデ的要素。うん。ハンデ的、うん。何回ハンデ的要素言うんだよ。ね。まあ、つまり僕はね、運がないんですよ。うん。じゃそれをカバーするためにクリエイティブを使うのであって、決して、不公平とかではない。うん。僕は運がないからしょうがないの。こういうの使うのはね。わかる？メモっとけ。僕は、春は運がないって、うん、メモっといて。これ地図とか作れんのかな？ちょっと試してみていい？ちょっと地図って使えんの？地図、白紙の地図。あー、でもなんか、変な感じに表示されてるな。ダメだこれ。ダメだわ。はい。よし、行こう。ちゃんと自分の足で探さなきゃね。うん。今それ自分の足じゃないだろうって思った人。これはね、自分の足でいいんです。僕の場合は。みなしです、みなし。動物愛護クラフトガンガンみなしていくからね。もう動物殺さないってこと以外は、ほとんど自由っすから。うん。ねえなあ。前はね、10分ぐらいで見つかったんだけどね。お、あった来たこれ。あった。わ、ブレイズさん。とりあえずさ、この辺にさ、お、チェストあった。じゃ、とりあえずこの辺に落ち着けるとこを作ろうぜ。拠点的なところを。とりあえずこれは殺されないようにクリエイティブで。声が怖えよ。怖えんだよ。もっと静かにしろや。はい、できました、仮拠点。ここを開けると、まあ、向こうに続く。という感じになって、こっちはね、ちなみにね、もう何にもないから。うん。で、この上にブレイズがいるんだよな。で、ここにチェストがあるの。じゃあ、とりあえず、サバイバルにしましょう。えい。よし。この中身、お、ヒューチー氏と石金。お、馬鎧。やったね。あ、このドア、よし。ドアもいらねえな。まあいいや、取っとこう。よし、じゃあ行くか。行くかね。あ、ここの場所メモっとこう。そうそう、同じ失敗はしない。はいはいはい。スクショ取ろう。ちょっと音でかいかな。ちょっとうるさいな。よっしゃ、行くか。旅に。レッツラゴン。オッケー、来たこれ。こえー。ふっ。お、何にもない。階段か。なんかいる？いない？大丈夫？なんか今、ブレイズが炎投げてきた。あそこか。あそこにスケルトンがいる。
なんていう、あいつウィザースケルトンっていう。うわ来た、怖っ。よし倒した、やったぜ。うわびっくりしちゃいます。今ね素でかなりびっくりした。いやまさか来るんだもん。下行こっか、怖えけど。あ怖い。あこれあれだ、このネザーウォート。あー怖い。これも買っとこうか。これソウルサンドの上でしか育たないネザーの植物。まあ知ってるか。よしじゃあどっち行こう、こっち行くか。お、チェスト発見。なんか急に静かになって怖いんですけど。うわーガストの声。うわダイヤ、ダイヤ来た。これよし、はっ。うわうわ、あこいつマグマキューブ、まあ、こいつらは攻撃しなきゃ大丈夫だから。でここは一本道だからタイマーつける必要ない。あれ回ってきちゃった。ん、あれどう来たの俺。こう来て、あなるほどこう来てこう来たのか。じゃあ次こっち行こう。めっちゃガストーンするんだけど、ガストーン半端ねえ。あこっちまた登れるの。ネザーウォートはもういいかな。でブレイズ、ブレイズだね。ブレイズのスポナーとかないか。さっきの要塞はあったんだけどな、ブレイズのスポナー。こっち行こう。あ階段、うわー怖え。ネザーやっぱ怖い。うわこっちにも階段。おやこれ松明なくなりそうだな。お、チェスト発見。お、2個もある。お、金の剣。よし、帰ろ。いや、帰んないけど。ブレイズがね、ブレイズいないかな。あれ、多分ね、ブレイズのスポーナーは多分上の方にあると思うんだわ。じゃあさっき階段みたいなとこあったから、そこ行こうかなと思う。ここだ、ここ。え、マグマ？なんで？怖い。なんかこの上になんかめっちゃいそうなんだけど。やばい、たくさんいた。待って、うわあそこ多分スポーナーあるな。やつダメダメダメ。おー消えた、怖っ。どうやっつけようか。ここ塞ごう。はい塞いだ。あんま変なとこ行っちゃった。あそこどうやって行こうかな、危険すぎるな。おらーこの野郎、いや。この戦法、うわ来た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 。うわ怖っ。お、ブレイズロッド落とした。よし、あースポーナー。え待って待って、何これ。あースポーナー。え、待って待って、何これ、なんか今、体力ゲージがなんかすごい黒いことになってたんだけど。どうしよう。じゃ、戻ろう。みんなさ、あそこさ、どうやってさ、あれしてんの？攻略してんの？攻略の仕方が全くわかんないんだけど。でも、ネザーカットしていいかな。もう、クリエイティブ使ってなんかちゃちゃーってやっつけたいんだけど。よし、座標確認しよう。S3 で、あこれか、これかな。543、さっき俺がいたとこは、あここだ。わよく見つけられたな、すげえな。わなんか実績解除ダイヤモンドした。あここだ、ここをぶっ壊して。もうね分かった、もう決めた。クリエイティブであそこの、あそこらへんに多分スポナーあるから、封じちゃおう、封じちゃおう。うん、もうほんとすいませんね、ちょっとクリエイティブばっか、ほんとビューリーなんですよ俺。で多分ここでクリエイティブ使わないと絶対グダるから、もうそんなの見たくないでしょ。ね、そういうことなの、うん、人生。よし、じゃあまあ人生というものをみんなに教えたところで、行きましょうか。これっすね、とりあえず。まずまあここ丸石かなんかで書こう。
みんな、こんなクソ動画を見てくれてありがとう。よければ、そちらのボタンからチャンネル登録をよろしく頼むよ。スマートフォンの場合は、そちらの赤くない。最近の YouTube は確か赤くなかった気がする。この、まあ、とりあえず、春のゲーム実況チャンネルって書いてある、その横のチャンネル登録と書いてあるボタンをクリックしてくれ。頼むよ、本当に。本当に、頼む。お願いします。お願いします。お願いだからチャンネル登録よろしくお願いします。